河合孝則さん。はい、えー。国民民主党新緑風会の河合孝則です、えー。定員法の一部改正する法律案についてまず、えー、質問させていただきたいと思います。今日ちょっと花粉症で喉の調子がおかしいもんですから、お聞き苦しい点があったらご容赦を賜りたいと思います。えっとまず、えー、通告した質問の一点目、えー、裁判所の適正な職員定員を考える上での、えー、まあ例は二年から五年計画で定員合理化目標数というのが。 当時、内閣人事局通知で出された、それに伴って、基づいて、裁判所の職員の定数の見直しというものをこの今で行ってきたわけですが、この一連の取り組みを行うにあたっての、この内閣人事局長通知の位置づけ、それから進捗状況についての裁判所の評価をまずお聞かせください小野寺総務局長。 お答えいたします、えー、裁判所といたしましては裁判所の事務の絵の支障の有無等を考慮しつつ政府の定員合理化に協力するための定員合理化を行っているところでございます、えー、裁判所は行政機関ではございませんので政府の定員合理化計画に直ちに拘束されるものではなく政府において裁判所の定員合理化目標数が定められているわけではありませんが 国家公務員の定員をめぐる情勢が厳しさを増す中で、引き続き裁判所としての必要な体制を整備していくためには、国家の一機関として、他の行政官庁と同様に事務の効率化等、必要な内部努力を行い、定員合理化に協力することが必要であると考えているところでございます。 最もっとも事件処理に支障があってはなりませんので、その年々の状況に応じて、どのような体制を整備していくべきか、裁判所が自主的、自律的に判断しているところでございます。これまでの状況について、具体的に申し上げますと、令和2年度は57人、令和3年度は56人、令和4年度は65人、 令和6年度につきましても、検討した結果、70人の合理化を行うこととしたものであります川井貴之さん。はいあのまあ、取り組みは裁判所の独自の判断で順調に進めていらっしゃるということで理解しましたが、えっと、この合理化を行うにあたって、いわゆる職員さんの生首を切るような、 そういう問題が生じているかどうかということについて、まあ、ともかく減らさなければいけないということで、無理を現場にかけて減らしているのではないのかということについての、まあ、懸念の声も一部あるわけですが、その点についての指摘について、意見があったらお伺いします小野寺総務局長。お答えいたします。今回の原因は、技能労務職員および裁判所事務官を対象とするものでございます。 原因に当たりましては、定年等による退職に際しまして、裁判所の事務への支障の有無を考慮しつつ、外注化による合理化等のほか、既存事務の見直しによる業務の最適化等を行うことによって、欠員を補充せず、減員することが可能かを判断をし、公認を不補充とすることにより、生じた欠員について、定員合理化をしているところでございます。今回の原因により、職員を退職させるというようなことをしているわけではございません。 河井貴則さん、はい、ありりがととうございいいまますす、えー、次の質問に移りたいと思います、えー、と火事事件の新中件数あが、えー、年々増加していることなどによって、えー、一部の、案件あの、えー、一部審理期間が長期化する傾向があるということが指摘されております。まあ、こうした状況の中、えーまあ、昨年あの、この法案が審議されるたびに私、質問しておりますけれども、えー、裁判所職員の労働時間管理についての、 現状および労働時間の傾向について、ご確認をさせていただきたいと思います。以前、この質問したときには、労働時間管理をしていないに近い答弁をいただいて、愕然としたことを覚えておりますが、その後、取り組みが始まったということも伺いましたので、現状の取り組み状況について確認させてください。福岡人事局長 お答え申し上げます裁判官以外の裁判職員の勤務時間管理につきましては、現在のところ、登聴簿を用いて、使用時刻までに登聴しているかを確認するとともに、管理職員が勤務状況を厳任するなどの方法により、就業時刻まで勤務していることを確認をしております。また、超過勤務につきましては、職員が事前に管理職員に申告をして、管理職員が超過勤務の必要性、あるいは緊急性を個別具体的に判断し、 実際の超過勤務の状況につきましても、管理職員が減任することを基本として、適切な把握に努めているところでございます。なお、現在、職員の出退勤時刻や、超過勤務の申請など、勤務時間を管理するシステムの導入に向けた検討を行っており、本年1月に最高裁におきまして、このシステムの試験的運用を開始したところでございます。 また、ご質問の労働時間の傾向につきましては、下級裁判所の行政職報給表1、6級以下の職員等の1人当たりの一月の平均超過勤務時間は、令和2年度から令和4年度まで順次見てみますと、5時間16分、5時間14分、5時間9分となっておりまして、おおむね横ばいで推移をしております。いいいずれにしてててもも今後とと職員のの勤務時間の適切な管理に努めてままりりたいと考えております川取さん はいいありがとうございますあの速やかにえ指摘に対して対応いただいたことについては率直にあの評価をしたいと思います。あのその上で、まあ、5, 5時間ちょっとということで、まあ、民間企業出身者からすると、え驚くほど、えー、残業時間が短いということで、そのこと自体は大変結構なんですが、えー、時間外労働が、えー、増えない分、心理期間が増え、伸びるということになると意味がございませんので、えー、その心理期間の、 への影響等について、これ、審理期間が伸びているような分野は何かあるかどうか、確どなたが答弁されますか。寺総務局長お答えいたします。えーあの今 あの直ちに資料がつまびらかにないのでございますが、あの今あ裁判所においては審理期間の長期化というのが一つの懸案になっているというのはご指摘のとおりでございます。民事訴,訴訟におきましても複雑困難な事件を中心としまして審理期間があまあ,あの長期化しているというところについては。 懸案として考えているところでございまして審理の在り方と引き続き検討してまいりたいと考えております河合孝則さんはい。あのこの問題についてしつこく質問させていただいている理由は、えー、労働時間管理ができていない状況の中で適切な定員というものが議論できるわけがないわけでありますし えっと、いわゆる労働時間管理を厳密に行うことで、結果的に心理期間が伸びるということなのであれば、心理期間が伸びないようにするために、どれだけの要因の配置が必要なのかということについて、そこから初めて議論を始めることができるということであります。したたたってててこここのことととをを繰り返し質問させていただいているといいいだだるうことをご理解いただいた上で えっと、いわゆる労働時間管理と心理機関、労働時間の管理を行うことが心理機関に与える影響についても、ぜひちょっと精査をしていただきたいと思います。そのことを踏まえて、えっと、質問で通告させていただいておりますので、組織の適正人員を考える上での労働時間管理の必要性についてのご認識を改めてお伺いしておきたいと思います。これは通告している分です野総務局長 お答えいたします、えーまあ、委員の方からもご指摘をいただきました、労働時間を適切に把握すること、裁判所における人員配置をどのように行うかということを考えるにあたっても重要なものであるということについては、私どもとしても認識しておるところでございます。その上で、えー、裁判所といたしましては、先ほど人事局長の方から申し上げたような形で、えー、職員の労働時間の適切な把握に努めているというところでございます。 これまでも各庁におきましては、事件動向、事件処理状況に加えて把握した労働時間等の実情を考慮した上えで、事務量を見極め、比較的事務処理状況に余裕のある部署から多忙な部署へ人員をシフトするなどして、柔軟な対応を行っているものでございます。 最高裁といたしましても、今後も引き続き、さまざまな協議会や下級裁との意見交換の機会等も含めて、各庁の実情を把握するとともに、各庁において適切な対応が図られるよう、努めてまいりたいと考えております河井貴則さん。 はいいありがとうございますここまでの質問を踏まえて、次の質問に移りたいと思いますが、まあ、先ほど何から何人かの委員の方も少し触れていらっしゃいますけれども、まあ、今国会で民法改正法案が審議をされることになっておりますが、まあ、このことによって、家庭裁判所で扱う案件、あの 業務の負荷が増えるということについて、懸念の声が上がっていることはご承知のとおりだと思います。調べてみましたところ、競技離婚、いわゆる離婚に占める競技離婚の割合、それから調停離婚、これ足すと96、が競技離婚か調停離婚ということになっております。 まあ、その背景にあるのは、これまで単独親権しか認められてこなかったということがあり、そのことの影響もあって、今の現状がある、それに対して、今回、選択的にとはいえ、共同親権というものが導入をされるということになった場合に、当然のことながら、いわゆる裁判所が関与する案件数というものが増えてくることが容易に想定できるわけでありますが、 これ、最高裁にお伺いしたいと思いますが、今回の民法改正法案が仮に成立したとして、火災が関与する件数、比率というものはどの程度上昇するのかということを想定しているのかも含めてお伺いしたいと思いましもうたい家庭局長ご指摘の民法一部改正法案が成立し施行された場合、離婚に際し、 父母の双方親権者と定めるという選択肢が増えることになりますので、離婚後、単独親権ということであれば、これまで父母いずれかを親権者とするかについて合意をすることができたような事案であっても、新たな選択肢をめぐって合意をすることができず、その結果競の、競技場の離婚ができない事案が発生するということも考えられますが、その一方で、新たな選択肢がいわば合意の受け皿となり、競技場の離婚が可能となる場合もありうるものと考えられます。 いずれにせよ、このご指摘の法案が成立し、施行された後の事件動向を現時点において適切、的確に予測することは難しく、お尋ねについてお答えすることは困難であるというふうに考えております川井貴徳さん、はいあの。現時点ではそう答えるしかないのかもしれませんけれども。 いわゆる共同親権をすでに導入している国における裁判の動向等を考えたときに、現状の状況から何も変わらないということは考えられないわけでありまして、そのことを踏まえて、いわゆるこれ、賛成派の方も反対派の方も、口を揃えて裁判所の体制が不十分であるということは指摘をされているということを考えたときに、つまりは実際、裁判に訴える方が増えるであろうということを、当事者の皆さん さんが想定をされているということを考えたときにそうした声を踏まえて体制の充実をどうしていくのかということの議論は今のうちから準備を始めるべきだと私は思うんですけどその点についてどうお考えになりますか本田家庭局長小野寺総務局長お答えいたします、えー 新しい法改正が行われた際に裁判所に期待される役割が今以上に大きくなると。 いうご指摘については裁判所といたしましてもその通りだろうというふうに考えているところでございます一方でそのどの程度事件の数がま増えるかどうかというあたりについての予測というのはこれは極めて困難でございまして現時点においてそれを見込んで体制を組むというのはなかなか難しいというのはご理解いただきたいと思います 河内孝典さん。はい、あの今から具体的な人数を、えー、きあの決めるべきとは、予算がそもそも成立してないわけですから、そんなことができるわけがないことは私も理解しています、えー。その上で、えー、そういった事態を想定して今のうちから。 準備、構えを行っておく必要があるのではないのかという指摘として受け止めていただきたいと思います。時間が参りましたので、最後にしたいと思いますが、裁判手続きの IT 化を推進する上で、ウェブ会議システムの整備等々についての取り組みが進んでいると思います。すでに3月から改正民法の施行がされているわけでありますが、このウェブ会議システム整備の現状、それから IT 技術者の人材確保状況について確認をさせてください。 小野寺総務局長お答えいたします、えー、民事訴訟手続きに関しましては、従前からすべての高等裁判所、地方裁判所、会員裁判所におきまして、想定整理手続きや和解期日におけるウェブ会議の運用を行ってきました、あ本年3月1日からはあ、全国の裁判所において、高等弁論期日におけるウェブ会議の運用が開始されております。 裁判所では、それぞれの段階で、ウェブ会員のために必要となる機器の整備を進めてきたところでございますが、今後、実際の利用動向などを注視しつつ、裁判手続きのデジタル化に必要な検討を進めてまいりたいというふうに考えております。IT 技術者人材に関すする確保状況でございますが 裁判所のデジタル化を推進する上えで、デジタルに関する専門的な知見を有する方を採用していくということは、有意義であるというふうに考えており、 令和,年から令和3年度から令和6年度にかけて、デジタルに関する専門的な知見を有する方を職員として採用し、現在、合計10人の方に業務に携わっていただいているところでございます。今後もデジタルに関する専門的な知見を有する方に知見を発揮していただいて、裁判手続き等のデジタル化に向けた取り組みをさらに進めてまいりたいと考えております。 川井貴則さん、はい、あの時間が来たんで、これで終わりたいと思いますけれども、まあ、IT 人材はあの本当にあのしっかりとどういった人材を集めるのかによって、IT 化の推進に大きな差が生じますあの、取り組み、しっかり進めていただくことをお願いしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました